この動画は中学校1年生歴史的分野歴史を図る物差しについての学習です。歴史的分野の教科書12ページから13ページを開いてください。またノートと引き用具を準備してください。皆さんは小学校6年生の時の歴史の学習を覚えていますか鎌倉時代に 源の頼朝が鎌倉幕府を開いたとか、1582年に本能寺の変が起こったとか、時代や西暦などでその出来事を表してきたのではないかと思います。こうした年代や時代区分は歴史を学ぶにあたって便利で必要なものです。 今日は歴史を図る物差しにはどのようなものがあるのかを学んでいきましょうまずは年代の表し方です年代の表し方には「西暦」という年代の表し方があります西暦はイエスが生まれた年を第1年と決めたものでそれ以降は 紀元何年と数えます。紀元第1年より前は紀元前と数えます。世紀とは西暦で100年ごとをひとまとめにした言い方です。1年から100年を1世紀、101年から200年を2世紀と このように年代を表していきます次に時代区分の表し方です時代区分には三つの表し方があります一つ目は年号、過去元号です明治、大正、平成などといった年号を定め最初の年を元年 1年として年数を表す方法です中国に始まり日本でも用いられています明治以降は天皇一代の間は年号は1つと定められていました2つ目は原始・古代・中世などの社会の仕組みの特徴によって時代を大きく分ける方法です 3つ目は奈良時代江戸時代などの〇〇時代という分け方です。これは主に政治の中心地の名称で分けたもので日本の歴史を分ける時に使う方法です。教科書の12ページを見てどのように区分されているのかを確認しノートに時代の古い順に書いてみましょう。 それでは今日学んだことを受けてまとめを書きましょう。まとめるときの視点は2つです。年代の表し方にはどのような表し方があったか、どのような時代区分があったか。一度動画を中断してノートなどに自分の言葉で書いてみましょう。まとめの例は再生すると見ることができます。 全く一緒の文章にする必要はありません自分の言葉で書いてみましょうそれではまとめの例です1つ目時代の表し方には西暦という表し方があるまた西暦で100年をひとまとまりにした世紀という表し方もある2つ目時代区分には 年号、号過去元号という表し方がある。また原始古代といった社会の仕組みの特徴によって時代を大きく分ける区分や○○〇〇時代というように主に政治の中心地の名称で分けたもので日本の歴史を分けるときに使うものがある最後に確認問題です。次の語群を「 時代区分の古い順に並べてみましょう一度動画を中断してノートに書いてみましょうできましたかそれでは回答です時代区分を覚えておくといつの時代にどのようなことが起きたかが整理しやすくなり時代の特徴が捉えやすくなります何度も練習して スラスラと言えるようになると良いですね以上で歴史の学習の基礎歴史を図る物差しを終わります